誰でしょう。いや、学校はね、楽しかったですよ。おい、おい、マイくん、こっちに。ほら、ほら見て。ワンコロです。うちのワンコロです。アレルギー大丈夫。うちのワンコロちゃんです。机の上におりますのですよ。何？何？チワワです。ここにいらっしゃいます。俺の犬が。ほら、アイルさんも腹筋しますかだってね。えね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 え。東京からうちは待ってるね。そう、あのね、全然ね、あのカメラが好きじゃないんだよね、この。あ、でも、あ、あ、あ、来た。泣きまね。あいこー、無理です。ほら、こんなお腹がポンポンで、この子もチュンチュンチュン。ほら、前見てください。12日待ってます。全然こっち向かないですね。どうしたんですか。どうしたんですか。どうしたんですか。え、なんか震えてるんだけど、どうしよう。顔似てる？嘘。大丈夫？あんた。あなた大丈夫？あ、ウェイク？大丈夫でした。あ、泣かないよ。泣いても泣かないよ。どうしたの？何？どうしたの？どうしたの？どうしたんでしょうね。わからないですね。でも今日一緒に配信するって言ったら、めっちゃ走り回って、チップ振って走り回ってたんです。そう、おむつしてる。いつもねー、おむつしてるし、首にもなんかつけてます。ショールーム怖いの、ね。なんかすごいこんな感じ。こんなはずじゃなかったって思ってる？あんた。疲れなのかな。どうしたの？あなた。あなたどうしたの？可愛いよね。
リアルに来ると思ってた。ご飯食べたよ。ねえ。何？何？犬の犬が見える。大学はね楽しかったよ。普通にでも長かったです。なんかめんどくさかった。なんかさ、就職に必要なのかなんかよくわからないけど、なんか長いパソコンでやる問題みたいなのをやりました。ね。そう、それでなんかずっとずっと。キット欲しいのかな、やっぱりオリエンテーション楽しくない。違う、久々に友達と会ったんだよ。でキャーって、なんか本当に春休み中一回も会ってないの。違う、就活しないのに、なんかよく分かんなくて、あ、おにぎりだって、おにぎりだって、何ここ来る？履修登録はね、なんとなしできました。でもまだまだ期間じゃないから、登録の終わる期間じゃないからまだ大丈夫何を欲してるんだろう。そう、まだこれからです。パンいるの？あくんはさ、何が好き？リンゴが好きなんだよね。なんとなく、そうそう、なんとなく、なんとなく、なに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 、ジャーキーが好き？あ、違うね、牛タンが好きなんだよね。なんか牛タンのおやつがあって、うん、履修登録の日じゃなかった。履修登録は各自でって感じだから、だってそうだね、そう、牛タンのおやつがあって、それが好きです。この子高級ですよね。必修、必修がなんか前期後期一個ずつしかなくて、そう、牛タンのねおやつが好きなんですけど、何をしてるんでしょう、こんな後ろに行って。そうなの、人間もそんな食べないの。え、何、下降りたいの？そう、牛タンって書いてあるやつが好きなんだよね。ねえねえ、落ちるよあなた。ねえねえねえ、あなた落ちるって。ねえってば、こんばんは。ねえ、やばいのこのね、落ちるよ本当に。え、本当にアイルさん割とデカめだよ、このくらい。え、どうするの、下降りるの？あ、だるまで、お髪の毛ホールド。そうだよ、一緒に配信したいって言ってたんだから、うん、こんばんは。なんかおもろ、怖くないよね。あそこ変わって、おにぎり食べない。このさ、何なんでしょうね、この押さえてくる手は本当に。あ、何なん
の？何なんですか本当に。大丈夫ですかあなた。本当に。かわいい。藤原かわいいと思って、嘘。配信。何？どういうこと？落ち着いてあなた。あ、水が欲しい？水が欲しい？わかんない。水じゃないよね。水じゃないね。ん？どうしたの？バスに乗って揺られてる、 Go Go バスに乗って揺られてる。わ、当たりだ。あく見て、当たりです。おめでとう。あ、牛タンが食べたいの？おやつ食べたいの？おやつ食べたいの？動きが止まった。おやつが食べたいの？おやつが食べたいの、もしかして。当たりきたね、すごい。当たり何回？おやつが食べたいの？おやつなの？おやつが食べたいの？あんたかわいいね。すごいね、パン2回目。黒毛和牛が食べたい。お肉が食べたいの？あのさ、ベロがね、斜めに出るんです、この人。面白いの。早く、ほら、当てなかった。実家の犬、彼にとって聞いた。そうだよ、人間だったら高級です。こんばんは。牛タンのなんか干したやつだよね。あーちゃんとき花を食べて、そのまま。どうしたの？水飲む？水？お水？何？何？本にするの？した。しないでしょ。書いてるの。飛騨牛？そう、牛タン、そうだよ、うちらも食べても大丈夫かもしれない。ありがとう。え、そうだよ、あのね、顔近づけるの嫌がられるんだよ。なになに？でも、あ、おお、何なんですか？何なの？時間が大公演通しました。出ません。お散歩してない。あのね、初見ありがとうございます。初見さん、なんかあれです、なんだっけ、お庭に出してます。そう、色が可愛い。カメラ目線ね、なか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 しないよね。こっち来る？そう、お散歩。おお、どうしたの？どうしたの？どうしたの？脇の下から出てきました。そうです。朝お庭に出してる。朝とか普通にいつでも出す。出たいって言ったら窓のところにいるから。握手会連れてきてほしいって。うーん、どうしたの？あー、どうしたの？どうしたの？どうしたんだよ。
ちゃんの歯磨きはわかんない、ママがしてるのかな、してないのかな、お腹ポンポン、あ、お腹ポンポンだったの、筋肉がめちゃんの石を解くときおめでとう。何下折りしたいの、どうしたの、犬猫スターを探せだって。また今度一緒にやろう。お風呂はね、この子ねお風呂が好きじゃないからたまに入れます。あとはねトリミングに行った時に体洗ってもらってるよ。この子はそうお風呂好きじゃない。何下降りる、下降りる、降りるの、自分学校ちょっまあちょっと疲れた、そう下降りるの、よいしょ、ママー、そう留年してるかと思った、毎日入浴剤毎日使ってないよ、わわわわわわなにママ呼ぶ、ママ、ママが来た、ママが来たよ、バイバイ。バイバイ。おやつ見て。おやつ見バイバイって。バイバイ。行こう。ママママママ。なんか涼しくないか。うん、涼しい。バイバイ。ママでした。アイル君はバイバイでした。アイル君はね、あの人は本当にあれです、なんかすごい来たがるのにすぐ帰りたがるんです。え、今日寒いよね、どうかな、お犬やばい、髪がバキバキなんですけど、なんでこんなにバキバキなのって感じ、タヌキ出ない、わかんない、私は見たことない。ハナチのワンちゃんね可愛いんですよね。ありがとう、おにぎりとか。ショールーム嫌じゃない、いつもそうなの、そろそろ帰るって、あ、そういうこと、そうなんです、本当にね。しかもねこの間とかもさ夜さ本当にさずっとついてきてたの、髪の毛ブワってブワってならなかったんだよ、だけどこれギシギシです。近所タヌキいんの、来週なるしゃべ、私そっかそっかそっか、来週か、エムラさんと話したのほぼ初めてです。一緒に寝たり、なんか一緒に寝ようとするとすぐ下に降りたいっていうの、結婚します、そうだから、キュンキュンダムディこんばんは、15だっけ、18だと思ってた、結婚します、仕事に戻、頑張って、もう来週、そうそうそう、意外とね15か、15って書いてありました、えタナちゃんとこ行ってるのバレ、怒られた、怒られたの、え、時間がない公園ってさココミンのやつですか、え、ココミン13とかか、ラジオラッシュの日、なるほどね、発音もありがとう、ラジオでうまく喋れたから、でもあの CBC ラジオのそのなんて言うんですか、ああいう人ってなんて言うの、ディレクターさんじゃないっけ、楽しかったよ、15と18時間がない、いいね、
なんて言うんですか、あの音取ってくれてる人って先進いやだって自分、え、どういうこと、え、犬口さんキンキンラブディなんて言うんですか、 He don't have a time、なんかね、音声さんじゃなくてなんかラジオの人ですには、なんか面白いキャラだと思うよって言われた。いや面白いキャラだと思うので、ってギフトね、 CBC 初めて行った、そう面白いキャラだと思うのでって言われた。ディレクターさんかな、あんまりそこら辺よく分かってないんですけど、そうギフト出たいですね。初めてで緊張してるっていうのもあったと思うけど、すごい面白いキャラだと思うから。野口さんに会ってないです。チューブ日本、ありがとう、ラブレター、お茶もありがとう、お茶ありがとう、牛乳ありがとう。ラジオ収録泣いてないよ、緊張してよ先輩に覚えた方がいいよ。了解、多分うん、役割の名前がわからない。でも多分ディレクターさんだよね。なるほどね、ありがとう。プロデューサー、プロデューサー、なるほど、ディレクターさんだと思います。これです、あやめるさんとまやさんです。あやかさん、写真はだって流れで、100回目ありがとうございます、流れで撮ってもらったので。収録見に行きたかった、無理ですね。そう、押し売りされてないよ、私が先に買いますって言ったから。メーテレ、なんでメーテレね、それな、10番見ました、見ました。トークの主導だから、あれだよ、なんだっけ、大しゃべりがあゆめろさんだったからさんじゃないよね。写真集、いや一冊ですね、さすがに一冊です。なんか予約してある、ポーズが浮かばない、それはもうその時に。そう、トーク CBC の次ギフちゃん、そうだね、岐阜、写真集送ってくれるの？いいよ、どのぐらい、どの量でも受け止めますよ。肉の、なるほどね、服用で3発でしょ。いいよ、同じようん、大量に来てもいいです。あやかさん、でもあやかさんもまやさんも上手です、おしゃべりが上手、エビが免疫違った、で写真出す、どういうことか、わからないよ。お茶ありがとう。おにぎりありがとう。
岐阜の話で盛り上がる。岐阜の話あんまりしてないですね。牛乳ありがとう、初見さんありがとう、おにぎりありがとう。花なんのグラビアですか。花なんのグラビアあるかね。研究生のうち写真集ないでしょ。何、そんなことないよ。そう、なんかあんまりあやかさんとは話す時間がなかった、ラジオ以外で。そう、なんか何だっけ、まやさんはそのあやめるさんが別のラジオ収録をしてる時に話してたけど、夏までに痩せたら、それはそう。全然、なんかでも全然体重は変わってないんだけど、今日会った友達にも痩せたって言われて、私痩せたのって思った。もしかして痩せたって。そう、彩香さん多忙ですよね。分からないんだよ。2度目の方もありがとう。そう、彩香さん日本収録してるから、その町以外に私はマヤさんとお話ししてます。そう、嘘でしょ、痩せてる本当。でも衣装さんとかメイクさんにも最近ちょっと痩せたって言われるんです。でも体重変わってないからさ、変わってないけどなって思いながら。でも普通に明日すごい偉いぞ、かわいい。ちょっと太りました。私、あなた、こっち戻ってきて、あ、人が人痩せてた。あ、ほんと。でも明日はお友達とご飯を食べる約束をしたので。筋肉なのかな。でもね、結構足が痩せたって言われる。なんか足細くなったみたいな。今まで私足細いなんて言われたことなかったんだけどさ、普通に足細って言われるようになったの。まだそこまで細くはないんだけどさ。あ、旦那が、なるほどね。まあいいんじゃない。そう、最近に毎日、そう、嬉しかった、嬉しい嬉しい。でもなんか別に人より細いとかそういうことじゃないから。そう、多分ね、引き締まったんだね。30分経った？どうしよう、やめようかな。適当なスク、そんなことない。筋肉の使い方がすごいのか、確かに。でもね、お腹はね、あんまり引き締まらないです。宮丸さんやばいよね、足。病気じゃない。あ、なるほどね。運動と食事制限、アスリート体質、確かに。明日はちなみに何を食べるかというと、串です。ちょっと待って、周りが細いね、それはそう。じゃあ1時間やろっかな。なんかいけそうな気がする。お茶ありがとう。新岐阜高等学校、おにぎりありがとう。延長しよう。1時間、いや1時間違うの。なんかね、今日さっきちょっとね、お腹が痛くて30分だけしようと思ったんだけど、でもなんか大丈夫になってきたからいけると思います。そうそうそう、大丈夫だよ。そう、明日はね、健康診断でしたから、
あの20分ぐらいで終わるんだけどさ、明日はね、うん、ありがとう。明日はね、そのお昼に終わるのね。だからお昼に、なんだろう、あ、なんか私さ、あ、じゃあ急にならないよ顔つきめっちゃ、ほんと？行くのだるい。そう、あ、これいいの、お姉さんに見える。そう、健康診断だから、そうそうそう、アイルがあったかくて、健康診断で、だからそれが20分ぐらいで終わるらしいので、その後にご飯食べに行く。なんか大学の友達の、胃の中空っぽにしなくていいの？わからない、多分大丈夫、そんな何も言われてないから。何も言われてないから、そんなこと言われたってって感じですよ。前日は早く寝た方がいい。で、多分体重身長測って、注射もしないし、何するんだろうね、 何するのか全然わからないんですけど、でもだって20分で終わるってことは簡易的なものですよ、かなり簡易的。きっと20分も多分余裕を持った20分って設定してあるから、遅い時間には食べない。嘘、楽した方がいい。健康診断身長伸びてるかな。なんかさやちゃんにさ、なんか私絶対はなちゃんよりも身長高いと思うんだよねって言われて、だけど身長測ったら違うからって言われて、でそんなこと、私の方が高いってって言って、みんなに見てもらったらやっぱり私の方が高くて、そう20分短いよね。そう、バリウム飲まないですよ。そうだから、まあそう、最低限の計測なんです。じゃあ伸びたら報告しますね、また。で、なんだ、お昼は串、あのさ、あれです、串をさ自分で揚げるやつ、そうあるのよ。今身長156とかかな、158分からない、そこらへん、なんか6と8が分からない、156か158か、プロフィールどっちなんだろう。そう、さやちゃんとねちょっと違うんだよ。だからね、全然歯の方がでかいんだよね。いろいろ取られた？2センチ伸びた。やっぱまだ成長期。156？ じゃあ156です。てか、なんかさ、私今日ね、なんか書類を大学の機械で発行しようと思って。キャンしてもか。書き出な、いや私よりでかい気がするけど。そんなこともないのか。なんかで機械で書類を出せるんだけど、その書類を出そうと思って、こうピッて、なんか自分のあれをピッてさ、スキャンしなきゃいけなくて、自分の学生証を、だけどそれが全然スキャンできなくて、この学生証は使えませんって出て、私この大学の学生じゃなかったみたいな。でそしたらその学生証再発行になりました。再発行するのでコピーしますね、また出来上がったら連絡しますねって言われて、あ、はいって、なんでこんなことにって感じです。大学ですか？え、かけるの方ちっちゃいんだ、ハナエル。かけるなとか、ユアはちっちゃいけど、確かに。お茶ありがとう。そう、私行かれましたね、私の学生証が。それな、本当にそうですよ。友達全然一発でできてんのに、私だけ何回スキャンしてもできなくて、そもそも何回スキャンしても
できなくて、唯一スキャンできたって時がこのやつはできませんって、えー、みたいな。どうやって出席、今度はね、どうやって出席取る。え、だからこそ壊れでね、その学生証の再発行にお金がかかるんですね。だからそれ私に取られるのかな。あ、そう、時期が弱くなってるんで、うん、再発行まだできてないから出来上がったら連絡するって。行かれたことない、嘘でしょ。もうおかしいよね。無駄金を払わなきゃいけないかもしれないです。写真は変わらない。取れないかな。なんかテストとかの時に忘れた時に再発行してもらう時は、そうなんだよ、紛失じゃないからさ。え、でもね、時期がとか言われたんだよ。携帯近づけるとダメになるの。返事じゃない。学生証が偉い。え、なんでなんで、私学生ですよ。再発行したことある。初音もありがとう。2年に1回更新じゃないよ。写真いつの時。え、高校生の時。めっちゃ髪の毛が抜ける、バキバキだから。でもね、私ずっとあそこに入れてた、 IC カードの裏に入れてました。スキー、そんなことない。スキーって学校にあんま行ってないし、一人の先生にしか行ってないです、学校の。スマホ時期強いんだ。ずっと変わらない。取り直したくならない、取り直したくならないように取ったから。めっちゃ漏れてるから問題なし。1年生いない。友達には行ってるよ、でも先生に行ってないだけ。学生証の写真見せれるかな。友達には言ってるけど、あ、やめとくわ。そうね、でね、座席表にね、本当に本当に座席表さ、やばかったの。なんか全然自分の名前見つかんなくて、え、やばいやばいって思ったらめっちゃ前の方だった。前から2列目だった。で、みたいな。じゃがりこ T シャツ買った？おそろじゃん。時期なのが確かに。サークル会員どうなんだろう。あんま私されなかったよ。年始慣れてよかった。そう、座席用に自分の名前ないかと思ったら、まさかのめっちゃ前の方の席だった。最悪だった。こんばんは。いや、寝ようとは思ってないんだけどさ、まあなんか携帯でさ、写真撮ってもいいですよみたいな時も、なんかちょっと携帯触るの躊躇する。変わってるよ。座席自由だった。じゃ今日だけよ。着るけどどこで着るんこれ。え、夜寝る時ですよ。とか普通にコンビニ行く時とかあれで行きますよ。そう、視線感じる。2年生、公園に来て、確かに前は後ろが好きだとか今は最善。確かそうだね。発音もありがとう。また後方、こんばんは。あ、かきれなだ。パンありがとう。レッスン着にする。握手行く。スマホでノート、そうそうそう。あとありがとう。何学部かは言ってない。前髪伸びた。1年でそこそこ単位取れたと思います。40くらいは取れたんじゃないかな。もうちょい取れたかな。初めよかった。
そう、2年でどのくらい単位を取ろうか悩んでる。本当に2年でね、単位取る、どんくらい取るか。そうだよ、1年はほぼフルで取ってた。学部は行ってないです。あの、公表してない。卒業したら公表するけど。そう、受験じゃない、そう、必修は落としてないですね。でも本当に、なんか本当にでね、今年は全休を作ろうと思って。そうそうなんだよ、入れまくれないのよね。なんか公演がある時は絶対じゃん、予言から出れない気がするのね。予言が終わる時間がギリなんだが、予言が終わる時間終わってから劇場向かっても出れないんです、多分公演に。キュンキュンラッピーだから、そう、3限までなんですよね。4年で卒業します。単位ないと投げれないじゃん。そう、中抜き、そのなんか30分、その30分は遅刻して OK みたいなのがあるから、30分は早退しようか悩んでる。大学いるから、まあちょい遠めぐらいかな。一限、いやでも一限はね取ってるよ。じゃあいいよいいよいいよ、こんばんは。職員さんありがとう、今日は気団押しありがとう。キュンキュンラブリー、リハーサルに出ずにってこと。そう、いつも口いられてるの、本当に最悪なんですよね。両立、土日の公演、そう、あ、そう、出ずにギリギリで公演だから、私今度のさ12日ももしかしたらリハ参加しないかもなっていう感じ。参加できないかも。で、朝からメイクしてって、もう劇場着いたら髪の毛と着替えだけみたいな。自主練はだって大学終わってから行けますから、それはいける。あと全休の日に行けますね。こんばんは。そう、ぶっつけ本、でもなんか やったことあるポジションならぶっつけ本番でもいけるから。今日休み取ったので、あ、リハみんなやってくれる？休み取れなかった。そうだけど、そのやったことないポジションの時が怖いので、その時はもう授業休んでいきます。代わりに講義出てくれる？より午前取り。でもね、あのね、なんていうの、全休の日がなんて言うんだろう、あのね、私なんて言うんだろう、なんか取れる授業がないっていうか、だから自然と全休になったって話なんですけど、そのなんかね、なんか何なんだろう、あの授業はどういう、なんかそう、ちょっとなんかね、この授業の内容を言うと、あのなんとなくバレるから言わないんだけど、なんかね、一限ってさ1コマ2コマ使うじゃん、2コマ使うじゃんね。
それをその日は3コマ使う授業が2つあって、なんか微妙な時間みたいな。出席表じゃない、コハピ大学一緒じゃないよ。そう、専門の授業ですね。そこはコハピは違う大学です。そう、まあ実験じゃないけど、そうだね、まあどちらかというとそっち系っていうか、なんか実習系ですね。看護じゃないけど言わないよ。ピッの弊害、まあピッてやってもさ、ピッてやってさ出てないのバレたら嫌だからね。そう、何の話してるかさっぱり。でも、あ、履修登録の話です。出てないのバレるとしわからない。そのバレたこと、バレたことないっていうか、やったことないから。時間づく、そうなの、分割できないの。だって4つで2個の授業なのに3つ使われるから1つ分空き時間なんですよね。代わりに学食食べとく。学食おいしいね、本当にね。必修じゃないです。必修、必修はもうね、うん、必修じゃないからね、大丈夫。そう、生徒キャラの授業2時間だった。本当にね、今日もありがとう、牛乳ありがとう、お茶ありがとう。そうで、学食の大詰めが始まります。でもまだ学食が何曜日にするかって決まってないから。そう、学食ね、いいよね。発音もありがとう。学食の曜日をね決めて食べに行ってるんですよね。まあそれ以外は多分セブンのコンビニ飯が始まります。変な気候も、そうそう、必修じゃないやつがあるんですよね。そう、セブンのコンビニ飯です。いやもうなんかね、学食はね混むから、やっぱ混むのでね、早く行ける人がいる時は行くけどみたいな、とか食べたいメニューの、ここ行く時もう昼の、確かに自分のコンビニ飯を送ると思います。そう、お茶ありがとう。毎日メニュー、うんとね、週替わりがあるかな。朝から夕方まで、え、学食行かなかった。学食行くとかけうどん、あ、そうなんだ。ギリギリの時間に行くとね、売り切れがいっぱいある。長引く先生だと、あ、それ大行列マジでそう。アイス増えるかな。アイスはどうだろう。なんかもうコンビニに歩いて行くのがめんどくさい気がしちゃう。マックと寿司があった、めっちゃいいじゃん。安かったんだ。社食も使ってない。まあお弁当、お弁当はもうないかな。わかんない、もしかしてブロッコリーとかあるかも。生徒数に比べて学食が違う、え、やっぱり学期込みだよね。たまり場にするところじゃなかったな。コンビニ飯高い、まあそこそこかな。違う学部の人と仲良くないので、やっほー、違う学部の人と接点なさすぎて、そんな協力とかないですね。キュンキュンラブリー。そうだけど、なんか学食じゃなくても座れるとこあんじゃん、普通にご飯食べるところみたいな。だからそういうところで泊まってるっていうか、そういうところにいます。食堂も少なくて昼は苦労した。ほんと、大学行って、あ、なるほどね。うちも混みすぎて、え、だよね。こんばん、時
蓋のお知らせ10時34分あれ私何分やったんだ、やっぱり合わないよね。チャーハンおにぎり、え、そうなの、キャバさんに寮に住んでたから。へえ、すごい。4分あと8分で1時間じゃあ、あと8分。昼飯抜き、図書館では食べないな。こんちゃんだな。なんか別に何も売ってるわけじゃないけど、カフェテリアってところがあるから。図書館静かだし、あーね、まあでも静かなのはちょっと喋りにくいから嫌かもな。20分、そう30分だけって言ってたんだけど。図書館は飲食禁止、あね、昼だけ OK なんだよね、うちの子大学、大学の学生食べ歩き、昼だけ OK だった大学の飲食、図書館の飲食。でも匂いがするものはダメでした。セブンで好きなおにぎり、エビマヨ、昔、え、ね、そう、昼だけ匂いがするものじゃなくて軽食みたいなのは OK でした。時間制限あった、12時から1時までとかそんなもんだった。勉強してたんだ、くだまる。確かに桜、あーでも花びら散ってたから咲いてたのかな。飲食 OK、 そう、なんか図書、なんか図書館の本に、なんだろうね、なんかマジ壁に向かった机みたいなところで、そうだからこぼしたりする、何、汁物とかのものはダメでした。お味噌汁とかラーメンとかはダメだけど、おにぎりとか蓋がついた飲み物は OK でしたね。桜ね、そうそうそう、パンとかおにぎりは OK。 ママファイナリー、春の日差しのカフェテリア。お酒ダメでしょ、あの蓋ついてないから。富士そばみたいな。フリースペースでセブンのおにぎりそばのことありました。あ、フリースペースね、静かに寝てた。そうね、寝る、今回私秋駒作ってないから寝る時間ない。そうだ、お花見です、学食デート、お酒飲んだ状態で授業受けるの知らないです、そんな人が。でも大学、え、お酒って朝から飲むもんなんですか、鬼殺し蓋ついてるの、鬼殺しって。じゃあの映画とかでよく出てくる紙パックのやつしか見たことない。人によるんだ。こんばんは。うん。歌の流れ？普通に歌？朝から飲む人の、ええー、カンパックだよね。ええー。もしかして、ええー、そんな人がいるの？え、おかかクリームチーズってさ最近出たやつだよね。あ、二日酔いからお酒飲む、あ、ほんと、ほら、ありがとう。休みの日は朝から別室で飲んでる。おかかクリームチーズさ最近の新作ですよね、4月になってから出たやつだよね。早くても昼から、なるほどね。虹色の星ありがとう。そうだよ、勉強できない、絶対寝るだけじゃん、お酒飲んだら。そうでしょ、みんな、みんなそうだったんでしょ、どうせ。そのね、そうだよ、え、花さ、お酒飲めるようになったとしてもさ、絶対なんかもう忙しすぎて飲まない気がする。なんか自主練とか行ってたらさ、そんな時間なくない？チンチロって何ですか？
おにぎりとチーズ合うよ。夜飲む。そう、別にそうだよ、まだ飲めないとしてよ、花。でも20歳はもうあとちょっとです。どうもありがとう。パパなんと一緒に、パパ帰ってこないもん。弱いので夜しか。あ、そうなんだ。ココチーズ、え、嘘でしょ。え、セブンのさ、おココチーズって最近出たって絶対。みんないつから、え、絶対最近出たよ。私この間セブンのサイト見たんですよ、新作どんなもん出るかなって。そしたらおココチーズって書いてあったんですよ。え、本当に、まんま前からある。翌日買おう。何、あ、ファミマはある。ファミマは明太クリームチーズがありますね。ママ飲めないです、まだ5回。確かに、まだ20歳は。え、ハトもありがとう。そう、5ヶ月なんてあっという間ですからね。あ、おかかチーズのおにぎりは昔からあるけど、セブンのはそう、先週くらいからですよ。カイジ、そう、再販かな。え、でだよね、セブン は再販、あ、セブンは新しくなんですよ。でも普通におにぎり屋さんとかでおかかチーズみたいなの食べたことあるけど、なんか感じ。そう、まだ最近ですよ。セブンのね、レンコンチップスも美味しいです。鶏飯おにぎり美味しいね。セブンの海苔ってさ、味ついてるから美味しい。味のりだから。明日買ってくる。そう、セブン、なんかレンコンチップスってさ、給食に出てたんだけどめっちゃ好きで、でもあれってお家で再現できないんです。大丈夫、大丈夫だよ。だけどもうそろ1時間になったかな。あー、わかる、手ベタベタする、わかる。おにぎりの話、そう、味のり。最近のね、全然関係ないけど、最近の花の朝ごはんはね、あのオートミールでできたなんかパンみたいな、ダスクみたいなやつのコーンフレークみたいなのがあるんだけど、それに蜂蜜をかけて温めて食べると美味しいです。だから絶対やってみてください。食べることをセブカツ。こんばんは。じゃあちょっと壇上読みますね。13位メロンパイのありがとう。12位、鎧を着た男性の方ありがとう。11位、桃星人ありがとう。10位、黒猫ありがとう。9位、テニスボールありがとう。8位、緑の仕打ちはありがとう。7位、カニラスカルありがとう。6位、歌ってる女の子ありがとう。5位は魔法少女ありがとう。4位、リラックマありがとう。3位、アマビエありがとう。2位、パンダありがとう。1位、キョムヒヨコありがとう。そうです、その朝ごはんのパンのラスクみたいなやつは味がついてないので、蜂蜜かけるだけで美味しいです。はい、ありがとうございました。今日も配信見てくれてありがとうございました。ハート、バイバイ、おやすみ、またな、おやすみ、健康診断頑張ります、バイバイ、バイバイ、またな、アイルにもよろしく伝えておきます。もう食べません、またな、おやすみ、バイバーイ、まったなー、おやすみ、バイバーイ、バイバーイ。